ゲスさん、好きな映画とかありますか？また人が生きる意味とは何でしょう？だって人が生きる意味なんてないのだよ。人は生きて意味を作っていくんだよ。俺はそう思ってるよ。生き物に基本的に意味なんかないんですよ。生き物は本当にただの有機生命体ですよ。はい。もう本当に植物がある、生える、動物が生まれる、昆虫が生まれる、人が生まれる、何も変わらぬ一つの自然界の出来事の一つですよ。意味なんかないのですよ。ただ人はそこに意志を持って生きることができるので、自分で生きた意味を作っていくんですよ。俺はそう思います。はい。映画はもう大体好きです。はい。